はい、皆さん、こんにちは、虫岡です。虫岡さん、次の芋虫育てないんですか？虫岡さん、大島フリスズメ育ってください。虫岡さん、辛さには？ちょっと待って。そうなんです。虫岡は昔から芋虫が苦手でございまして、それの苦手克服シリーズとして、ちっちゃい幼虫を蝶になるまで育てて、その過程で苦手を克服していこうという幼虫飼育のシリーズをやってきたんですけれども、今年はナミアゲハとアオスジアゲハを育てて、ちょっとそこで一旦ストップしてたんですよね。というのも、次の幼虫が全然見つからなかったの。でもきちんと虫岡は対策をしていて、趣味で畑をやっている知り合いがいるんですけれども、その方にもしこういう野菜にこういう幼虫がついてたら連絡してくださいっていう話をしてたら、おい虫岡これかと LINE が来ましてですね、その方が好きなだけ芋虫取りに来いと言ってくださったので、その畑に行ってきました。さあ、というわけで畑の方に案内してもらいましたけれども、見てこれがね、人参らしいんですけど、早速うじゃうじゃいるんですよ。これマジか、初めて見た。キアゲハじゃん。すごいですよこれね。ここにもいるし、ここにもいるし、ここにもいる。もう数えきれないほどいますね。いや、すごっ。じゃあこれ幼虫数匹もらってってもいいですか？全部持ってってください。全部は厳しいな。大丈夫、いらないやつはもう悪いけど、あの処分しちゃうから。でもまあそうですよね、害虫ですもんね、いわば。じゃあちょっと数匹もらっていきます。じゃあね、ここの畑の方には申し訳ないですけれども、ちっちゃいのを数匹もらっていこうかなと思います。さすがにね、大きいのはすぐお分かりになっちゃうからね。まあ畑の方にとってはこっちを持って帰ってほしいでしょうけど。なんとキアゲハの食草用にいっぱい人参ももらっちゃいました。いや、これで育てれそうですね。よかった。というわけで、ついに我が家にやつがやってきました。こちらキアゲハの幼虫でございます。いや、もうさっき散々見てもらったと思いますけれどもね、めちゃくちゃ大きい幼虫もいっぱいいたんですが、ナミアゲハとかオスジアゲハの時にも言ってるかもしれないですけど、大きい幼虫は寄生されている可能性も高くなります。まだこの小さな幼虫なら寄生されていないことの方が多いので、畑の方には申し訳ないですが、ちっちゃい幼虫だけ5匹程度お持ち帰りさせていただきました。いや、形はアゲハチョウの幼虫と一緒だね。ただやっぱり模様が全然違う。ゼブラ柄やんけ。パンダか？いや、すげえなー。というわけで、おそらく育て方はナミアゲハとかアオスジアゲハと変わんないと思います。プリンカップの底にティッシュを敷きまして、そこに幼虫と一緒に葉っぱを入れていく感じなんですが、あ、幼虫5匹やけど卵ついてんじゃん。ということは合計6匹ですね。2匹ずつプリンカップに入れて飼育していこうかなと思います。今回はね、濡れた脱脂綿じゃなくてタレ瓶に水を入れてそこに刺していってみますね。というわけで、こんな感じでキアゲハたちの飼育環境が完成しました。いやー、どんな風に育ってってくれるんでしょうか。畑にいたみたいな、あんなでっかい鮮やかな色のゼブラ柄イモムシになるんかな。でもやっぱり虫岡もイモムシ耐性がついて、正直キアゲハの幼虫見てもあんまりビビらなくなってましたね。もっとビビるかと思ってたけど、こちらのキアゲハ幼虫も大切に育っていこうかなと思います。虫岡も初めての種類なんでね、また色々と変化がありましたら動画にてご報告していきたいなと思います。はい、というわけで、虫岡大輝苦手克服シリーズ第3弾はキアゲハになりました。キアゲハはセリ科の植物の葉を食べる幼虫なので、人参だけじゃなくて蜜葉とかパセリにもつきます。ですので、皆さんの近くの畑とかそういう植物が生えているところ、ぜひとも探してみてください。虫岡と一緒にキアゲハ飼育してみましょう。虫岡大輝、2021年にチャンネル登録者10万人を目指して頑張っております。チャンネル登録、高評価、通知登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。虫岡でした。
に抱きしめても人もたやすい。